冬の間、温泉宿で生活している主人公。彼の部屋に住むハエの話から、この小説は始まる。そんなハエとの同棲生活に親しみさえ覚えていた主人公は、あるよく晴れた暖かい日の午後、何気なく乗り合い自動車に乗り込む。そして白母の山の中へ降りてしまったのである。何のために？それは私のヒロが知っている。私は不甲斐ない一人の私を、人里離れた山中へ遺棄してしまったことに、気味のいい嘲笑を感じていた。その後歩いて夜の山を越え、港近くの温泉街に3日ほど滞在した主人公。彼が部屋に帰った頃には、ハエは皆死んでいた。私はそのことにしばらく憂鬱を感じた。それは私が彼らの死を悼んだためではなく、私にも何か私を生かし、そしていつか私を殺してしまう気まぐれな条件があるような気がしたからであった。